自衛隊の車両を前に敬礼、白バイにまたがってピースサイン。子どもたちに防災を学んでもらうイベントが三重県尾鷲市で開かれました。ホースを使った放水体験のほか、地震体験車に乗って震度6の揺れを経験するなどして、日頃触れることの少ない防災について学びました。あ、落ちると思った。落ちると思った。こんなことが起こったら絶対に逃げられない。そんな揺れになるんだということを改めて知って、また一つ勉強になります。